解説担当の赤月だよ。聞き役券ツッコミ担当の日向です。同じく月です。みなさんよろしくね。くね今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど。わかりました。そして今回の作品はこれだ。徳馬書店の、凡庄、山本江園六です。著者はおいで久しだよ。徳馬書店より1983年10月30日初版発行だよ。パチパチパチ。著者のおいで久しは、 1926年3月13日栃木県宇都宮市生まれ2006年没。80歳。海軍少尉だが卒業が1945年3月なので実践は参加せず。多くの著作があるけど、残念ながら本書以外は持ってなかった。あらら。古い本は集めるの大変だからね。本書の刊行は40年前ですか。結構古いよね。そうだね。でも、字はこれくらいなので、結構読みやすいよ。 一段書きだと読みやすすいですよね。が字はみっちりしているそれは仕方ない本書の構成は以下になるね前書き情に流された長官人事職をとせない二つの弱み真珠湾攻撃提案の矛盾井上重義の名殺と偏見退任延期対米戦開始へ影の加担開戦決定と愛人への手紙錯誤に過ぎなかった真珠湾の成果 山本磯六のセロン恐怖症。三ンゴ海海戦への穴り。ミッドウェイ海戦前の密会目もくらむような恐怖。航空変調が日本敗戦の根本原因。暗殺説と自殺説。後書きに変えて。では、そんな感じで説明していこう。よろしくー。しくーまず、山本磯六ってみんなはどんなイメージかな真珠湾攻撃をご利用しした人。ミッドウェイ攻略をさらにご利用しした人。 空母運用を理解していない人。人事が下手な人。うん。まあそうなんだけどね。なんかもともこもない回答が来たよ。だって。え、ね、え。ええ。本書では山本磯六の伝説とか巨色を廃して淡々と描いています。山本磯六って神格化されていますもんね。そうだね。理想の指揮官とか文人とかいうイメージではなく、単に人だなって思えます。なるほど。 そもそも山本イソロクって実は作戦にかけては専門じゃないんだよね。そうなの。どちらかというと、軍政の人ですね。軍政って何でしたっけ軍政が何かとお悩みのあなたに、セットで語られる軍令についても合わせて簡単に説明しよう。まるで通販のノリだね。軍政は軍事行政の略で、簡単に言うと軍隊が活動するための裏方みたいなものですね。ほふう,う。 人事だったり会計とか基地の管理だったりするね。本当に裏方だね。そうですね。会社で言うと総務部門みたいなものと思うと分かりやすいかもね。めっちゃわかりやすい。うん。これは分かりやすい。一方の文令は軍事直令の略で軍事行動のことだね。戦略、戦術、形態を主とするので、一般的に明示される軍隊だね。なるほど。会社で言うと営業、販売部門って感じかな。 おお、これもめっちゃわかりやすい。与内三つ正、山本五十六、井上重義と三国同盟反対派はみんな軍勢畑だね。そして、山本五十六と井上重義はどちらも戦争下手だよね。ああ、そう言われるとわかるかも。でも、真珠湾とか成功したんじゃないんですか確かに奇襲は成功しているけど、作戦目的を脱してないよね。本来は空母を沈めることだし。 もっと言うと、真珠湾とアメリカ太平洋艦隊を、機能できないようにするのが目的なのに、どちらも達成していないからね。なるほど。そして、そんな山本磯六が軍令のトップである連合艦隊司令長官にいるかというと、先ほどの三国同盟反対派だったので陸軍の急進派に命を狙われるから、海に出ろってことだったらしい。そんなことで国の運命が決まったんですね。そうだね。また山本磯六は外面はいいんだけど、 個人的な行動がちょっとって感じで。その一例としてこんなのがあるよ。真珠湾攻撃後に南雲機動部隊が12月23日に柱島白地に戻ってきた翌日、山本磯六は空母赤木で核級指揮官を前に訓示しているんだけど、この時の演説は有名でいかだね。真の戦いはこれからである。この奇襲の一戦に心を折ごるようでは、強兵とは言い難い。かって兜のとの星よとは、まさにこのことである。 次の戦いに備え、一層の改心を望む。素晴らしい演説ですよね。おごるなってのがミッドウェイ海戦とかの結果知っていると皮肉ですよね。そうだね。そして、こんな立派な演説をした山本五十六ですが、四日後の十二月二十八日に愛人の川合千代子に以下の手紙を送っています。方々から手紙などが山のごとく来ますが、私はたった一人の千代子の、手紙ばかりを朝夕こしく待っております。 写真はまだでしょううか。うわあキもこらこらそして翌年1月8日の手紙ではいかだね30日と元旦の手紙ありがとうございました30日のは一ちあるように書いてあったから正確に測ってみたら9尺ゃ寸にす3部しかなかったあと7寸7ぶだけ書き足してもらうつもりでおったところ元旦のがきてとても嬉しかったクークーだよ最後はなんかのいんかな 開戦直前の11月末に二人で宮島で遊んでいた時に、頭を撫でられた小鹿の鳴き声らしい。ええ、60近い人が、いや、まあ、いいけど、そんな外面がいい山本エソロクですが、この絵踏みまろに日米戦を問われた時に、やれと言われれば、はじめ半年や一年は随分暴れてご覧に入れます。と答えているけど、これを聞いたら、普通戦えるって考えるよね。そうですね。 そんな外面がいいってことが書かれているので、山本磯六ファンの人は読まない方がいいかもだね。他には有名な話だけど、山本磯六は博打好きなんだよね。これが清掃を左右したとは言わないけど、そう思われることもあるよね。確かに。あと、山本磯六はこのギャンブルでブラフが多いらしく、それがバレるとすぐ負けるらしい。なるほど。これも意味深ですね。 黒島カメタ本を使っているのも気策好きなところなんだろうね。だね。で。これは今でも入手できるんですかいや、絶版だよ。その上中古でも意外に高いよ。それは厳しいね。僕はヤフオクでまとめて購入したうちの一冊だったけど、探すのは難しいんじゃないかな。でもヤフオクはまあまあ安かったよ。それはよかった。いつも言ってますけど、こういうのって電子化してほしいですよね。 一般は辛いよね。そうだよね。最後になりますが、戦争では多くの方が亡くなられます。そこには正義も悪もありません。どちらにも信念があり、理由があります。そういうわけで、お亡くなりになられた全ての方々に敬意を表します。一同、敬礼。敬礼。敬礼ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね。 コメントをいただければ幸いです。それでは皆様まったね。